こんにちは。今日は東京書籍の教科書122ページから123ページの漢字の部署について学習をしたいと思います。準備するものは東京書籍の国語の教科書、新編新しい国語一致、ノート、筆記用具です。また、必要に応じて国語辞典や緩和辞典があるといいでしょう。視聴の仕方は ノートに学習内容を書いたり、問題を解いたりする時間は、一時停止を押して動画を一時停止しましょう。必要に応じて、途中で前の内容を視聴しても構いません。それでは早速、今日の学習に入っていきましょう。今日の目標は、漢字の部首やその意味について理解することです。 まずはじめに漢字の成り立ちについて学習しますので、教科書210ページをご覧ください。漢字はその成り立ちや使い方から6通りに分類することができます。これを陸書と呼びます。まず一つ目、象形文字、物をかたどって作られた漢字のことです。二つ目、指示文字、形のない物事を千や点で象徴化して表した漢字のことです。 会員文字。すでにある象形文字や指示文字を組み合わせ、それぞれの意味を活かし作られた漢字のことです。四つ目、形成文字。意味を表す要素と音を表す要素を組み合わせ作られた漢字のことです。五つ目、天中。元の意味と関係のある別の意味に使い方を広げたものです。六つ目、貨車。 元の意味とは無関係に漢字の音だけを借りて他の意味を表すことです。漢字のほとんどはこの形成文字からできており、今日もこの形成文字の学習をしていきます。形成文字とは意味を表す要素、部首と音を表す要素、この2つを組み合わせて新しい漢字を作ることです。例えば、青、 という字の音、この音を表す要素を使い、部首を付け足すと、肥変であれば晴れるという性散髄であれば清いという性米変であれば清算という字の聖、言弁であれば請負うという字の聖、それぞれ聖と読みますが、 部首の意味が違いますので、それぞれ漢字の意味が異なってきます。部首の形の変化。部首の意味が同じ場合でも、部首が現れる場所によって形や呼び名が変化することがあります。部首の現れる場所については、教科書122ページの表をご覧ください。例えば、もともと人を表すものが部首になると、変であれば人弁、 冠であれば一屋根と形が変わります。同じく火を表す部首、辺であれば肥変足に来れば劣化と形を変えます。また心を表す部首が、辺であれば立身弁、足であれば心、下心と形を変えていきます。これらのように、 同じ意味を表す部首であったとしても、その現れ方によって読み名が変わってきます。紛らわしい形の部首。違う部首だが形がとても似ているもの、形が全く同じものがあります。例えば、朝。この部首は月になりますが、胸。この部首は肉月となります。 それではここで一旦一時停止ボタンを押し教科書122ページから123ページ1から3番の問題に取り組みましょう。